ポートランド市のトランジットモールトランジットモールとは自家用自動車の通行を制限しバス、路面電車、LRT、タクシーなどの公共交通機関だけが優先的に通行できる形態の保車共存道路を指す。欧州では都市中心域の歩行者空間に公共交通機関が侵入し共存する形態がしばしば見られるが北米においてはこれを参考にしながらも 主に公共交通機関への依存度が高い低所得者層を呼び込むことにより中心市街地を活性化させる施策の一つとして導入された。1962年アメリカ合衆国ミネソタ州ミネアポリス市においてニコレット通りのニコレットモールがアメリカで2番目のモールとしてバスタクシーのみ乗り入れで計画され1967年から実施されたのが世界最初であるが これをきっかけに各地でモールが導入されていく。バッファロー、セントルイス、ボルチモア、ミルウォーキー、ポートランド、タコマカラマゾーなど5四近くに上っている。なお、トランジットモール形式のものとしては、シカゴステートストリートモールフィアのチェスナットストリートモール、デンバーの16番街モール、マイアミビーチのリンカーン通り、それにポートランドの並行する5番街、 六番街の日本の通り、タコマのコマース通り、パシフィック通りなど、10都市程度にとどまっている。90年代以降には、自動車を排除した歩行者モールやトランジットモールのうち、いくつかは廃止され一般の道路に戻されている。例えば、シカゴのステートストリートモールが96年に、フィラデルフィアのチェスナットストリートモールが零例,例に、廃止され、通常の自動車が通行する道路に復帰している。 また、成功例とされる、ポートランドの5番街とブロードウェイの2本のトランジット、モールも一部区間が一般車に開放されている。まだ存続されているモールのいくつかは、開廃に向けての議論がされているとの情報もある。日本では、1999年3月15日から3月28日に、浜松市が、演習鉄道とともにオムニバスタウン施策の、 一貫として試験的に運用したのが最初である。しかし、これは、静岡県警との交渉が長引いたことなどが起因し、PR 不足や短い実施期間が、災いとなり、効果があまり得られず本格実施に至らなかった。松山市の道後温泉駅前で進む工事公共、交通機関を意味する、トランジットは、北米英語であり、したがって、トランジットモールも北米における概念。 言葉である。AB 久保田洋一2 0 0 9 p 1 9 6欧州では、北米のトランジットモールに相当する概念はない。金沢商店街物語姫路観光優しく、おもてなし望む駅北側、歩行者空間に姫路駅周辺整備、張間の玄関にふさわしく福井市、中心市街地活性化に向けたトランジットモール等、 社会実験独立行政法人環境再生保全、機構、歩行者と路面電車の空間整備について、トランジットモールの導入に向けて、国土交通省 LRT 等、利用促進施策検討委員会大通り、にぎわい祭りの結果宇都宮市公式ウェブサイト。ありがとうございます。